から誰が出てきたの？初めて見たこんなのって。誰なの驚いてるのは。私はラディ、ジャングルの鳥よ。あら、そう、よろしくね、ラディ。ほほう、ちょっと奇岩なもので、私モグコザマス、モグラの。モグラ？ええ、仲間は大抵メガネかけてますのよ。私の住むジャングルでは見かけません。モグラがいないの？それじゃ草地の下にくねくね長くて美しいトンネル掘るのは誰の担当？土を掘るのが皆さんのお得意？ええ、モグラは地面に潜らないと。見てちょうだい、今日もたくさん掘りました。すごいわ。モグコさん、ゴルフもお得意？どんぐり探して歩いても今日は一つも見つからない。お腹はペコペコ、僕はおろおろ。ああ、どこだろう、どんぐり、どんぐり探したら、どんぐり、こーっと落とし穴、誰の陰謀だ？ラディ選手、アプローチは5番アイアン。ナイスショット。わー、なぜ僕がこんな目に。ギャラリーかしら。あ、大変。落とし穴にしつぶて、ひどすぎます。大丈夫でした？あなた、リスさんね。リスのリスオですけど、僕、腹ペコなんです。それならごちそうするざます。ミミズゲジゲジ、芋虫なめくじ。ミミズゲ、おえやめてください、食欲なくすから。リスオさんはやっぱりクルミとかどんぐりとかの木の実がいいんでしょ。食べ物に好き嫌いがあっちゃダメざます。そうじゃなくて、ねえリスオさん、どこかでどんぐり見ましたか？私の住んでるところに大きな木の実があるわ。ココナッツって言うんだけど。聞いただけで生唾ごく。それください。うん、大きくて重いから私には持てないの。そんな、美味しい話だけ聞かせといてひどい。道は開けるわ、地球は丸いんだから。丸でも四角でも僕は腹ペコ。だからココナッツ食べに行くのよ。丸い地球の反対側までトンネル掘って。任せてちょうだい、スイスイ掘っちゃうから。リスオさん、モグコさんの後について行って。私は空から行くわ。やってみます。よいよ、思い切って頑張るざます。ほっほーい、逆立ちしてると思ったら、ここはどこ？素晴らしい、モグコさん、早いわ。先週爪を切らなかったらもっとスピード出たんですけど。ようこそおいでくださいました。さあ、ココナッツにご案内します。こっちよ。リスオさん、心ゆくまで召し上がって。でかい、いただきます。こちらではミミズやゲジゲジも大きいといいんですけど。それはわからないんですけど、モグコさんにおすすめの果物があります。お、おいしい。モグモグモグラ、ほんと美味ね、ミミズと同じくらい。どうしたのそれって。いきなり3倍ぐらい太っちゃったじゃないの、リスオさん。食べ過ぎちゃったかなと反省しつつ、下向けない。すっかりごちそうになっちゃって、また来ます。ひょい。もう戻れないけど、戻しそう。穴が縮んじゃったのかしら、食べてる間に。そうじゃないのよ、リスオさんが太りすぎちゃったの。なんとかしないと自分の家に帰れないじゃない。なんざます、そのウエストは。プロポーション変わんないと思いますけど。ダイエットなさいませ。それと運動ね。はい、気合い入れて。1、2、3、4、5、6、ファイト。97、98、99、100。いいんじゃない、またリスオさんスリムになったみたい。気分もすっきりいけそうです。じゃあ地球の反対側で会いましょう。はーっと、よかったわね、戻れて。それが地球のトンネル通ったらまたお腹がペコペコで。何よあなた、また同じこと繰り返す気？そんなこともあろうかと。モグコさん、ちょっと穴を埋めてくださる？ありがとう。今度は少し下がってて。実は私、種を持ってきたの。育ち盛り。あの美味しいココナッツが豊かに実ったでしょ。どうやって取ったらいいの？登って取るの？僕にできますか？待っててみて。おっと、直撃されたらかなり痛そう。食べ過ぎには気をつけてね。スリムなリスを目指します。もぐ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 。ねえラディ、ミミズとゲジゲジの種なんかは持ってないわよね。モグラは地面に潜らないと。見てちょうだい、今日もたくさん掘りました。すごいわ。モグコさん、ゴルフもお得意？どんぐり探して歩いても今日は一つも見つからない。お腹はペコペコ、僕はおろおろ。ああ、どこだろう、どんぐり、どんぐり探したら、どんぐり、こーっと落とし穴、誰の陰謀だ？ラディ選手、アプローチは5番アイアン。ナイスショット。
わあ、なぜ僕はこんな目に。ギャラリーかしら。あ、大変。落とし穴にしつぶてひどすぎます。大丈夫でした？あなたリスさんね。リスのリスオですけど、僕腹ペコなんです。それならごちそうするざます。ミミズゲジゲジ芋虫なめくじ。ミミズゲ、おえー、やめてください、食欲なくすから。リスオさんはやっぱりクルミとかどんぐりとかの木の実がたの、なんとかしないと自分の家に帰れないじゃない。なんざます、そのウエストは。プロポーション変わんないと思いますけど。ダイエットなさいませ。それと運動ね。はい、気合い入れて。1、2、3、4、5、6、ほっと、97、98、99、100。いいんじゃない、またリスオさんスリムになったみたい。気分もすっきりいけそうです。じゃあ地球の反対側で会いましょう。はーっと、よかったわね、戻れて。それが地球のトンネル通ったらまたお腹がペコペコで。何よあなた、また同じこと繰り返す気？そんなこともあろうかと。モグコさん、ちょっと穴を埋めてくださる？ありがとう。今度は少し下がってて。実は私種を持ってきたの。さあ、早いわ。先週爪を切らなかったらもっとスピード出たんですけど。ようこそおいでくださいました。さあ、ココナッツにご案内します。こっちよ。リスオさん、心ゆくまで召し上がって。でかい、いただきます。こちらではミミズやゲジゲジも大きいといいんですけど。それはわからないんですけど、モグコさんにおすすめの果物があります。おいしい。モグモグモグラ、ほんと美味ね、ミミズと同じくらい。どうしたのそれって、いきなり3倍ぐらい太っちゃったじゃないの、リスオさん。食べ過ぎちゃったかなと反省しつつ下向けない。すっかりごちそうになっちゃって、また来ます、ひょい。戻れないけど、戻しそう。穴が縮んじゃったのかしら、食べてる間に。そうじゃないのよ、リスオさんが太りすぎちゃっていいんでしょ。食べ物に好き嫌いがあっちゃダメざます。そうじゃなくて、ね、リスオさん、どこかでどんぐり見ましたか。私の住んでるところに大きな木の実があるわ。ココナッツって言うんだけど。聞いただけで生唾ごく。それください。うん、大きくて重いから私には持てないの。そんな、美味しい話だけ聞かせといてひどい。道は開けるわ、地球は丸いんだから。丸でも四角でも僕は腹ペコ。だからココナッツ食べに行くのよ。丸い地球の反対側までトンネル掘って。任せてちょうだい、スイスイ掘っちゃうから。リスオさん、モグコさんの後について行って。私は空から行くわ。やってみます。思い切って頑張るざます。ほっほーい。逆立ちしてると思ったら、ここはどこ。素晴らしい、モグコさん。誰が出てきたの？初めて見た、こんなのって。誰なの驚いてるのは。私はラディ、ジャングルの鳥よ。あら、そう、よろしくね、ラディ。ほほう、ちょっと奇岩なもので、私モグコザマス、モグラの。モグラ？ええ、仲間は大抵メガネかけてますのよ。私の住むジャングルでは見かけません。モグラがいないの？それじゃ草地の下にくねくね長くて美しいトンネル掘るのは誰の担当？土を掘るのが皆さんのお得。